よいしょ。これはサムネやな。今思ったけど、ちゃんちゃん作ってみるよ、これ。ほら、めっちゃ美味しそう。めちゃくちゃうまそうやん、この肝。ええか。刻もう。はい、かなり取れました。白子、湯引きしていきます。まあ、さっとですね。で、冷水にね、取っていきます。完全生で出すところもありますけどね、白子。どっちか、僕はね、ちょっとね、こう、湯引きとか絶対美味しいと思いますね。まあ、衛生的にもね、安心ですし。で、粗熱が取れたら、こうやってしばらく置いときます。じゃあ、脱水してくれるんでね。はい、で、お鍋もね、持っていきます。玉の一個入れとこうか。で、スープですね。ちょっとね、色つけたないし、白味噌で。で、お酒で伸ばして。で、白子ですね。全部いっちゃおうか。残すの知らないしな。うわ、贅沢やな。結構味噌入れたんでね、味は割とついてると思います。焦げてほしくないんで、ちょっとだけ水入れときますね。あんまり水入れたらね、値打ちが。ちょっとだけ入れた。で、ちょっとだけ文明の力。よしよしよし、塩今まや。これはうまいやろ。白子ポン酢ですね。ポン酢ですね。で、もみじおろし。ちょっとね、ネギなかったんで大葉刻みました。よし。で、炙りの方はわさびで。で、これはチャンジャです。よ。超大粒なチャンジャ。オッケー。では、食べていきたいと思います。はい、では、いただきます。結構時間かかった。多分ね、白子がね、あんまり強火でいくとね、これ焦げちゃうんすよ。ちょっと弱火でいってるんですけどね。めちゃくちゃうまそうっす。タレちゃん入れときます。火を通しとこう。ほんならまず、白子ポン酢いきましょうか。まあ、間違いないでしょう。いただきます。当たりの白子。あの子。うめえ。水っぽいやつとか、臭いやつがありますよね。めちゃくちゃ当たりだ。うまい。濃厚。肝を入れとかなのかな。忘れてた。では続いて、炙りを。こっちはね、わさび醤油でいきたいと思います。いただきます。何でも炙った方がうまい説ないっすか？うまいは炙った方が好きだ。ごめんなさい、先いただきます。いやたまらん。いただきます。では、手作りのちゃんじゃ。初めて作りましたね。まあ、キムチとか使ってるからね、完全手作りとは言いづらいですけど。いただきます。バカうま。めちゃくちゃうまいな。めっちゃ上手だ。めっちゃうまいじゃん。ご飯をして。さあ、火通ったかな。ちょっとせっかくなんでスープ
酒飲んどこう。熱いな。はい、白子なんてのスープね。うまっ、やばっ、うまっ。あ、これうまいわ。へえ、ありありあり。よし、タラが同化してはい、では白子の実の実ですね、タラの実、いただきます。うわ、うめえな。やばいやばい、白子鍋やばい。ちょっと木もね、これ楽しみだ。調べてない、まあ大丈夫やろ。タラの木も渡るとか聞いたことないしな。ビビリやから一回調べます。あ、絶対大丈夫。今タラの木持ってググったら、クックパッドレシピがグワー出てきた。よく調べたいけど絶対大丈夫。よし、いただきます。キモ、あのね、あん肝よりうまい。めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ濃厚。まあ当たりなんかもしれないですね。まあこの白い個体っていうのが肝が、赤い個体も多分あると思う。それが美味しくないもの。うまっ。なんじゃこれ、痛風になるしかない。うん、だって肝を白子のベースの出汁で食べてるんすよ。痛風やん。やば、うまいうまい。はい、ではエンディング撮りたいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。そうですね、まず白子なんですけど、当たりでしたね。やっぱ水っぽいのとか、濃厚さに欠けるとか、個体差があるんですよね、白子って。結構当たりでした。で、やっぱり炙ったらね、なおその引き立ちさが当たりでした。あと白子鍋ですね。やっぱああいう風にペーストにしてね、味噌を混ぜることで白子単体で食べるよりなおうまく感じたし、なお甘く感じたし、ハマりますね、あれは。うん。で、それをタラの実で一緒に食うたら、そりゃもう美味しかったです。あとチャンジャですね。チャンジャはね、もう自分の中でも80点あげてもいいと思う。美味しかったですね。うん。他の魚の胃袋でもできるんちゃうかなって。ある程度厚みのある魚の胃袋やったらね、大きいやつ、うん、タイとかでもできるんちゃうかな。機会があったら試したいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。